NCPR モデルプラスの説明をいたします。胸骨圧迫のトレーニングができます。バックバルブマスクでの換気ができます。相関のトレーニングを行うことができます。トランスイルミネーターを使って静脈穿刺のトレーニングを行うことができます。大専門の触診ができます。最大静脈よりカテーテル挿入をすることができます。経管栄養のトレーニングもできます。警備・蛍光からの吸引の手順を確認できます。